これを変えていきたいと思います。美味しそう。そうでもこの時点でさ、肉みたいだもんね。え、なんかあるの？肉みたい。プレゼントがあるよね。あ、そうだね、うん、今回はね、うん、そう、視聴者さんに今日プレゼントね、うん、させていただける分もいただいて、うん、ゲットしました。そうだね。はい、おはようございます。おはようございます。はい、今日も青根キャンプ場だね、うん、の電源サイト来ました。はい、こんな感じでトイレも炊事場もあって電源も使えるからね、うん、ね、今日はあったかキャンプいつもだろはい、じゃあ設営していきます。それではテアノエ家族始まります。じゃあ何も言わないパターンだね。何が始まりますってというのにアルパカの、はい、ガラスこんな感じで割れてるんで、ちょっとホヤを変えていこうと思います。こうか。あ、この部分を抜くのにこれかなり傾けないと抜けないですね。よいしょ。はい、こんな感じで、でここ割れちゃってるんで、これを変えていきたいと思います。これがハマっていて、多分これを抜けば、抜けないのかな。はい、取れました。これで、これ棒が入ってて、これです。もう一個ここにあるんで、これも取っていきます。はい、でこれ部品2本、棒とこれ、はい、はい、じゃあこんな感じで全部取れます。でガラスも、はい、取れました。もうこんな感じなんで、はい、で新しく買ったのがこのホヤ。はい、これはめていきます。こうか。で、じゃあはめ込んでいきます。難しい。はい、今1時間後、8時半ぐらいかな。9時半か、10時前に設営終わりました。はい、ちょっとレイアウト紹介していこうと思います。はい、そして青根キャンプ場のフリーサイト、あっち側、やっぱりそこそこ混んでますけど、まだ入れますね。はい、その辺もまだ晴れるんで、で電源サイト今10時過ぎで
このぐらいの感じです。今日はなんか比較的空いてるんじゃないかなっていう。はい、それではレイアウト紹介していきます。はい、今日のリビング、はい、こちら、まあ、焚き火スペースと、あと椅子を置いてランタン。今日のランタンは、はい、ベアボーンズと、はい、はい、バズファイヤーさんのアンバーグローブつけたフィアハンド、はい、これを使っていきます。で、今日は後でお肉のタンを食べるので、今日は焚き火でやっていきます。そしてタナチャンネルさんからいただいた焚き火台、今日も使っていきます。焚き火シート敷いていて、で、今回もこのクイックキャンプのチェアムートンを敷いて2つ使ってます。今まで巻き置き台みたいなの使ってたんですけど、最近はこのワットノットのボックスに入れてることが多いです。今日もカインズの巻き使っていきたいと思います。はい、で、焚き火グッズもこの中に挿して、今日は小スペースで使おうと思います。で、ベアボーンズは山賊マウンテンのショックで、はい、かけてあります。で、あと焚き火グッズがこの辺、最近はこれで結構着火してるの で、あとこの辺はホウキが入ってたりとか、あとパッドウッド、パッドウッドとナイフ、はい、モーラーナイフ、あとこれ蜜蝋ですね。これもファットウッドファクトリーさんで買った蜜蝋で、これで巻き割り台、はい、この巻き割り台を蜜蝋で塗ってメンテナンスをしています。はい、あとこの斧も、あれ、ここ切れてんの？あ、切れてないか、切れてない、うん、大丈夫そう。このね、斧かっこいいよね、やっぱね、うん、ブラック。もうそろそろメンテナンスしないと先生に怒られる。あ、そうだね、歯がね、こんな歯でやってんのって でもどうせだったら、うん、めっちゃボロボロになってから持ってきた方がいいって言ってたよ、うん、言ってたけど、うん、ボロボロがどのぐらいかわからない、まあ、確かにね、もうでも刃こぼれしてるよね、うん、ちょっと割れづらくなってきたもん。本当？うん、はい、焚き火グッズのご紹介はここまで。まあ、うちはね、ファットウッドファクトリーさんのね、うん、ギアが多いからね、うん、まあ、日本一の巻き割り台職人だからね偉そうだな、お前何もしてない、ね、これ言った？まだ言ってない、まだ言ってない、後で、あ、いいよ、はい、今日は、うん、なんて読むんだこれ、ラボンバス、ボンバンス、ボンバンスさん、うん、ちょっと待って、はい、名前わかりました、ラボンバンスさんからご提供いただいた牛タンなんだよね、うんうん、はい、今日はこの牛タンを食べていきたいと思います。で、中身を見ると、また高級だね、うん、はい、こんな感じの高級タンが入っています。はい、今日はこれを昼から贅沢に食べたいと思います。なんでそんな言い方なの、国語の文章を読んで言われるから、うん、そうだ、そうだけど、なんかそれはそれでおかしい、普通に喋ればいいよ、食べたいと思い、結局そっちも指摘されるじゃん確かに、ね、うん、はい、じゃあキャプテンスタックの折りたたみの、まあ、座椅子、これ薄くてね、
ちゃくなるからね。いいんだよね、コンパクトになるからね、しかも軽いし、うん、しかも安いしね。そう、はい。でテーブルはなんだっけ、キャンパーズコレクションの折りたたみのテーブル、うん、これが一押しになってしまったあれモンベルのはね、ちょっとでっかいんだよね。そうだね、あと組み立てがね、ちょっとめんどくさいね。そういうこと言わないで、私ランキング入ってるからモンベルお前そういうとこあるんだよな、人がランキング入れてるやつにケチつけてくるケチはつけてない、これが楽だからさ楽だからって私がセッティングしてる楽そっか、はい。一応長方形、長方形のものをうちは使っています。この幅がね気に入って買ったんだよ、ね、うん、こんな感じで横長のを買いました、うん、はい。で今日もストーブはアルパカで、さっきホヤ変えたんで、そのホヤ変えた時のも多分この前に流れてるんじゃないかなと思います。私がカットしていなければなんでカットするの一生懸命やってた、見たいでしょ一生懸命やってたから早送りにするかもしれない、うん早送りしないで、はい。あとこれがなんだっけ、スティックターボ2、ユニフレームのスティックターボ2を買いました。4000円ぐらいかな。これかっこいいよね。うん。ケンジがいつもライター使ったら自分のポケットに入れて、うん、なんかそれなのにいつも自分でなく、あ、どこ行った、どこ行った、どこにあったの。いつも私がさ、片付けたのかなって言ってさ、私を疑ってんだよね、うん、挙句の果てには、あ、俺のポケットに入っているみたいな。それがあるからこれを買いました、うん、これいろいろね、カスタムもできるからね。うん、それしていきたいよね。ね、楽しみだよね。はい、じゃあこれからはそれをカスタムしていきます、うん、これでストーブとかも長いからね、つけやすいよね、うん、安全だよね。あとこのね、なんだっけ、ストーブファン、うん、これも新しくね、前回から買って使ってるんだけどね、やっぱりこれあると全然違うね。全然違うよね、うん、違うんだなってすごい実感してた、うん、だってこの辺がめっちゃあったかいもんね、うん、ね。ただそれでもサーキュレーターはつけた方がいいよね、うん、ね。それは換気のためにもね、うん、空気循環しなくなっちゃうから。じゃあこれ、うん、昆布締め牛タンだ。昆布締め牛タン、うん、これは1パック5980円で 300g です。 300g ね、はい。全国送料無料ですが、うん、沖縄は送料別途必要になってきます、うん、まあ離島ですね。北海道もダメなのかね。うん、あ、そうなんだ。あ、わかんない、書いてない。解凍後焼くだけでそのままお召し上がりいただけるラ・ボンバンスこだわりの牛タンです、うん、ご家庭用のフライパンだけで調理できるうまみあふれる牛タンをぜひお楽しみくださいということです。美味しそうだね。こちら分厚いのかな。いや、分厚くないんじゃない。薄いと思うよ。うん、多分薄いと思うそれ。はい、こちら。あ、超うまそうな肉で、うん、ね、これを今日は食べていこう。すぐ焼けちゃうよね、うん、きっと。あ、それでご飯、ご飯、そうそうそう、うん、私たちはすぐご飯が食べたくなるので。もうできてるんだもんね。うん、取れる？うん。あ、あ、ちゃ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 。
油って必要だよね。あ、結構厚め？うん。美味しそう。うん。そう。重そうじゃん。キャー、美味しそう。ね、美味しそう。じゃあネギ昨日買ったじゃない。うん。切るのめんどくさくて持ってくるのやめたって、うん、わっ、いい匂いがする、うん、ちょっと立ちますね、うん、こんにちは、こんにちは、あの、はあ、あー、嬉しい、嘘、来てくださいよ。今ね、視聴者さんの方にね、会ってね、うん、じゃあ後にね、ゆっくりちょっとお話ししたいね、うん、あ、え、うまい、やるか、あ、よだれ口、うん、うん、うん、あ、危ねえ、おいしい、うん、やっぱ美味しいね、柔らかい、うん、美味しいじゃん、うん、しかも柔らかいのにね、うん、地厚なのにね、地厚っていうの、うん、肉厚、肉厚、そう、でもこの時点でさ、うん、肉みたいだもんね、うん、え、なんか今肉みたい、パンとベロじゃん、うん、肉だよこれも、え、あ、タンも肉なの、あ、そうなのなんだと思ったの、ベロ、え、ベロはベロでしょ、ベロは肉じゃないのかと思ってた、もも、あ、ももはももっていうこと、肉じゃないと思ってんの、筋肉は肉なのかなと思ってたっていうだけ、ベロは筋肉じゃないからあれなのかなと思って、え、筋肉でしょ、あ、そうなの、筋肉なの、だってさ、うん、動かすときどうやって動いてんの、じゃ動かすとき、ベロ動かす、そっか、いや、これ結構美味しいよね、いや、美味しいよ、うん、あ、火力がなくなったのか、うん、これだとちょっと少ないなちょっと少ないでしょ、うん、少ないね、 300g、 これで300もあんの、うん、300g だからねそっか、まあ1倍が分厚いからね、うん、300では足んないね、うん、まあ他にも食えばいいのか、でも買うんだったら倍の方がいいね、そうだね、うん、2パック、うん、だってうまいもん、これちょっとさ半生状態で食べても美味しいんじゃない、アキは好きじゃないか、私はダメ、そっか、うん、ケンちゃんはいいよ、うん、俺ちょっと半生状態で食べようかな、半生っていうかさ、レアってやみたいな、あ、レアねレア美味しそうだよ、うん、俺もう食べよう、狭いから大変だよね、大きい車通る、うん、やっぱり満場じゃない、ね、結構ね、うん、うん、うん、どう、柔らかい、あ、ごめんなさい、すげえ、うわ、こういうこのぐらいのねパリパリ感が私は好きで、あ、それぐらい、はい、中までしっかりとね、うん、しっかりといける、煙いな、あっかい、
あっかい熱い、うん、いや、このタンは美味しいね、うん、プレゼントがあるよね。あ、そうだね、うん、今回ね、うん、そう、視聴者さんに今日プレゼントね、うん、させていただける分もいただい、うん、ゲットしました。そうだね、うん、了承得てね、お店から了承得て当たり前でしょお店から直送してくれるみたいだから、そう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 、はい、じゃあこのお肉の詳細はちょっと概要欄あるので購入もそちらからできるようになってます。いやでもいいね、この雰囲気で昼間からタン食ってされる生意気だ最高だな、うん、今日なんとさ、まあ、話変わって申し訳ないけどさ、設営に時間がめっちゃ早かったんだよね、うん、初めてじゃない、うん、言ってやって。1時間でも1時間かかってるっていう。まあでも1時間だから結構早いね、いつもだって2時間ぐらいかかるね、うん、2時間か2時間半ぐらい、うん、2時間半から3時間の間をいつも、うん、2時間半で早いと思ってるから、うん、これでもう最後か肉、うん、1枚ずつ食べよう。やっぱ少ないねボライボに対して少ないはないだろこれプレゼントだって超いいじゃん。そうだね、1名様、うん、1名様にプレゼントします、うんうん、それはどうやって、またインスタでやりますか。インスタで、うん、インスタの方でまた応募の人は応募ってやっていただけると、うん、俺が番号振っていく抽選番号、そうそうそう、でまたインスタの投稿で当選者を発表するような形でしようかな、うんうん、前にやったやつね、うん、はこういうね、こういうパリパリ感が好きよ私、分かる、うんうんうん、多分さ、うん、タン好きにとったらさ、うん、バカじゃないのって思うだろうね、この焼き方。どうなんだろうね、どのぐらい焼くもんなんだ。うん、柔らかい、これ柔らかい、うん、うまっ、肉最高すぎるんだけどね、めっちゃうまいね、うん、しかもさ、昼間から食べる肉って最高じゃない、うん、たまんないね、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした、美味しかった、うん、ね、では皆さんどしどし応募ください、応募、ね、ください、うん、1名様お届けします、うん、インスタフォローよろしくお願いします。なの、あ、かわいい、やめろ、それはやめろ、あ、肉の匂いするからね。エルちゃん、エルちゃん、なんかわいい。暑い。暑い。マダイ。マダイチップス。いただいたやつね。大興奮ですね。うん、すごい寄ってくる。奈良の鹿せんべい並み鹿優だ鹿せんべい並みに食いつきがいいね。やめなよ、待て待て、よし、ねえ、いいか、大満足だよじゃあ今日タンね、いただいたからね。牛タンって言いないよ、牛タン牛タンね、汚いよ牛タンいただいたんで、うん、一応あのプレゼント、視聴者様プレゼントとして、うん、1名様分いただいてますんで、うん、インスタの方で後日、抽選と、あと抽選発表、当選発表もやらせていただきますので、ぜひインスタフォローよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。あ、もう一回失礼しますありがとうございました。はい、それでは少しでもこの動画いいなと思っていただけましたら、チャンネル登録、コメント
評価よろしくお願いします。それでは毛穴内家族でした。さようなら。え、今日はちょっとうまくいったよ、なの。いい感じや。うん、いい感じじゃないって。エルちゃん、いい感じじゃないって。すごい、なのは。画面にね、ツンツンツンしてるね。エル、バイバイ。なの。すごい見てる。バイバイ。うん、かわいい二人ともバイバイした。濡れちゃって。